やっぱりオーダフリー、オートップみたいなねミスっていうのはやっぱりスコアを大きく乱してしまう原因になるので、なるべくですねそういうミスを減らしていこうってなった時に避けて通れないのはハンドファーストでインパクトするっていうことなんですよね。やっぱりもう一度見直してやっていきたいなと思います。基本的にはダウンスイングの右肘の位置で決まります。この左手のグリップエンドの高さでほぼ決まってると思います。この左グリップの感じですね、この高さですね、これが普通にスイングした時にもしっかり低い位置になってるようですね。はい、どうもマイケル浅川です。ですね、今日もですね、ゴルフの学び進めていきたいと思うんですけれども、今日はねダフってしまう人に対してレッスンをしていきたいと思います。ダフリ嫌ですよね。ゴルフ場でですね、やっぱりオーダフリ、オートップみたいなねミスっていうのはやっぱりスコアを大きく乱してしまう原因になるので、なるべくですねそういうミスを減らしていこうってなった時にやっぱり、そこは避けて通れないのはハンドファーストでインパクトするっていうことなんですよね。このハンドファーストでインパクトするっていうことをやっぱりもう一度見直してやっていきたいなと思いますので、ぜひこの動画最後まで見ていただければと思います。ダフってしまうっていうのは、まあ、インパクトの問題だとは思うんですけれども、基本的にはダウンスイングの右肘の位置で決まります。90代と70代の違い、一番うちの僕の中で今のところ回ってる動画で説明したと思うんですけど、右肘はですねお腹の前に来るんだよっていう話をしてますね。ですから右肘が体の後ろに回り込んでしまうとかね、例えば右肘が外を向いてしまうと、こういうようなダウンスイングをしてしまうと、ダフリのミスにつながるわけなんですよね。ダウンスイングっていうのはこのバックスイングからこう入ってきた時に右肘っていうのはこのようにお腹の前に入るわけです。お腹の前に入るわけです。これがバックスイングに右肘が飛球線の後方を向いてしまったり、肘が体の後ろに行ってしまうとこのようにハンドファーストで打てないという結果になるわけなんですよね。あの動画見てない方はね、多分おそらくこの動画を見てる方なんかでねいないと思うんですけど、見てない方いたらこちらもう一回見ていただければと思うんですけれども、じゃあこれどうやってやるのっていう話なんですよね。ここのですねハーフウェイダウン P6 と言われてるポジションなんですけれども、ここですね、このポジションでここですね。じゃあここ何が大事かっていうと、右肘が体の前に入ってくるということと、この左手の、まあ、グリップエンドって言ってもいいかもしれませんね。グリップエンドの高さでほぼ決まってると思います。右肘は前に入ってくるようになったよなんですけれども、この時に右のグリップエンドが高い位置に来てしまうと、このようにクラブヘッドっていうのは垂れてしまうのでダフってしまうわけなんですよ。ですから正しいあのハンドファーストで打つときにはですね、ダウンスイングでこう入ってきたときに右肘お腹の前、グリップエンドはこの腰骨と膝の、まあ、真ん中ぐらいにあるようにしたいんですね。この位置が高いとですね、これだとボールに届きませんから、手元とクラブが一緒になってこうボールに対して動いていかないといけないんで、これは正しいハンドファーストではありません。正しいハンドファーストっていうのはこの低く入ったところからグリップエンドが少しずつ引き上げられていきながら、このようにハンドファーストで当たっていく、こういう動きの中でハンドファーストに行く。決してこのようにですね、直線的にボールに対して向かっていく動きではないので、ここはちょっと注意していただきたいんですけど、まあそう考えるとですね、このダウンスイングのこの位置っていうのはすごく右肘が体の前、それからグリップエンドが低い位置に入ってくるっていうことが必要になるわけなんですよね。じゃあこれどうやってやるのっていうのは、この後ちょっとドリルをね紹介したいと思います。インスタとかね、YouTube ご覧の方はですね、見たことあるかもしれませんけど、マキロイ選手ですね、練習中にやっている、まあシャドースイング、こういうシャドースイング見たことないですか。こういうシャドー、まあこの練習はですね、まあ僕もマキロイの僕友達ではないのですね、何を意図してやってるのかっていうのは、ね、聞いたことはないんですけれども、おそらくダウンスイングに入ってきた時の手元を低く入れたいとか、あとはこのシャフトですね、シャフトの、どこのタイミングでしならせるかっていうところを、なんていうんですかね、ショットを打つ前に少し体の感覚の中に入れてるんだと思うんですよね。でこの練習をする時にはですね、クラブ今はね室内でお持ちの方一緒にやっていただければなと思うんですけど、左手上、右手は下で、このように肩と腕で長方形の形ができるようにしてください。でこの状態でバックスイングして、ドンで肘が
もうバックスイングちょっと曲がりますね。伸びながらこのシャフトをしっかりこうやってしならせます。この時に今僕がやるとですね、まあ、スローで見るとすごいシャフトがしなってると思うんですけど、これが例えば浮いてしまったら全く伸ばそうと思ってもうまくあのシャフトがしならないと思うんですよね。ですからしっかりここでこのようにやると。でこれができるできてるっていう一つのポイントとしては、左のグリップエンドが先ほど言ったように低い位置、この位置ですね、この長さが保たれていると。そうするとより綺麗にここがシャフトがしなってくると。でこれだけじゃいけなくて、これをインパクトボールに対して、本当はここでクラブのシャフトですね、インパクトのあたりでしならせたいので、これがここでできたらこれを少しインパクトに持っていくと。これだけなんですよ。皆さんね、騙されたと思って今度練習場に行った時にですね、今のやつですね、長方形をしてシャフトをしならせた後にボールをね打ってみてください。でちょっと注意点なんですけど、離した状態でやってもいいんですけど、普通にグリップした状態でこれはあまりやらないようにしてください。手首とかを、ね、痛めてしまう、結構あの負荷が強く入ってしまうので、普通のグリップの時にはやらないように注意してください。でも感覚的にはそうした感じを持ってくださいね。そうですよね。すごい低い位置からクラブが入ってくるのが分かります。でこの時に感じているこの左グリップの感じですね、この高さですね、これが普通にスイングした時にもしっかり低い位置になっているようにですね。今のですね練習、なんか動画を見ただけだとわからないと思うんですけれども、まあ、練習場に行った時とか、あとはまあご自宅とかだとできるだけやっぱりもうちょっとしなるものの方がいいかもしれませんね。だからこうやってアライメントロッドを持っている方はですね、同じようにここでこのイメージやって、はい、そうですね、はい、これをイメージしていただけると、実際ダウンスイングに入った時に手元がどん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 低い位置から入ってくるようになると思いますので、あのしっかりとしたハンドファーストに打ちやすくなると思いますので、ぜひ皆さんこの練習をやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。シャフトの、ね、シナリオをうまく使った正しいダウンスイングを体感する練習法をお伝えしてきたんですけれども、今のところはですね、左の手を意識したんですけれども、今の位置に入ってくれば基本的には右肘っていうのは必ず最初に言ったようにこのお腹の前に入ってくると、お腹の前に入ってきて肘は自分の右の腰骨の方を向いてくるような形になると思いますね。この時にこうなる方とほとんどいないですよね。ですから、このようにですね、まあ、形としては右肘が体の前にお腹の前に入ってくるんですけれども、それって左手のグリップの高さでも結構変わってくるよ、なるべくですね左手を低く使えるように練習していっていただければと思います。そんなわけで皆さん練習頑張ってください。ではまた。